5月26日水曜日朝5時半のホームポイントはそよ風程度のオフショアが背後から吹いてますね。海には綺麗なうねりが入りますがショアブレックですね。昨日は西風6メーターでも上がりきらなかったですね。ホームポイントの右もゆるいオフショアが背後から吹いてます。海には筋のようなうねりが見えないことはないんですがこちらはほぼフラットに戻ってしまいました。気温は16度ぐらいですね。さすがに半袖のポロシャツで来てしまいましたがオフショアが冷たく感じます。それほど強くありませんが海には筋のようなうねりがありますがショアブレイク右はほぼフラット。今日どうですかね。